神奈川県方言は、神奈川県で話される日本語の方言の総称である。西関東方言の一種。神奈川県内の方言は、旧相模国のものが、総集弁と呼ばれるほか、地域ごとに横浜弁、肌の弁、湘南弁など、様々に呼ばれ、また、玉弁や軍内弁に近い地域もあるため、県全域でまとまった方言というものは存在しない。 神奈川県方言は、群馬弁、埼玉弁、玉弁などとともに、西関東方言を形成する。音音アクセント、文法、語彙のいずれも西関東方言同士と共通し合うものが多く、また、東京方言にも近いため、神奈川ならではの方言というものは見出しにくい。東京方言の他には、足柄などでは、静岡県東部の伊豆弁や静岡弁、 旧津久井郡西部では、山梨県東部の郡内弁、東京都多摩地区に隣接する地域では、多摩弁との共通点が見られる。現在では、共通語の影響を強く受けて、伝統的な方言が衰退し、首都圏方言が主流となってきているために、方言はより一層影を潜めてしまっている。特に、川崎市、相模原市、横浜市といった東京都に隣接した地域の都市部で、 その傾向が著しい。神奈川弁を南北に隔てる丹沢山地基本的には、全県的によく似通っており、特に音韻やアクセントはほとんど共通しているが、文法や語彙を見ていくと、方言対立が認められる。一番大きい方言対立は丹沢山地を挟んだ南北同士で、その次に大きいのは相模川を挟んだ東西同士である。ただし、 相模川川口付近は、東海道で対岸が強く結ばれてきたため、川を挟んでもそれほど違いがない。南北、東西の違いの他には、相模湾沿岸部、三浦半島、足柄地域で、それぞれ特色が見られるほか、旧、武蔵国や武蔵七島の支配を受けた地域は、東京方言や玉弁との共通点も強い。以下は、1961年に、 日之助けが発表した旧相模国地域の方言区画。横浜市、川崎市は東京特部とともに東京、横浜方言としてくくられている。横浜地方における方言については、井上文夫によると横浜発祥と言い切れる方言はないという。発音、文法ともに西関東方言の典型であるが一部に珍しいものが存在する。全県で 東京と同じ中和型東京式アクセントであるが、相模川伊勢の県西部では、共通語と異なるアクセントの単語もある。例えば、かぼちゃは、共通語では、平板型アクセントであり、きのこや三白名次第五類に属する、朝日、涙、枕、メガネは、共通語では頭高型アクセントであるが、県西部ではいずれも中高型に発音されることがある。また、 共通語では、起伏型になるものが、平板型に変化するという例が若干見られる。これは、昨今の首都圏方言にも見られる傾向である。また、由比ヶ浜、三崎など、地名アクセントに共通語と異なるものが見られる。神奈川県、とりわけ、横浜市の方言と、勘違いされているものには、そうじゃんのような修女し、じゃんがよく挙げられる。しかし、神奈川県内で、じゃん。 が、盛んに使われるようになるのは昭和からで、新しい表現である。ジャンの語源については、そうじゃ、あんかから転じたとする説や、そんなことあんかと、そうじゃねえかが混交して成立したとする説などがある。しかし、ジャンは、横浜発祥の表現ではなく、もともとは、愛知県東部の三河弁、静岡県方面から東海道、もしくは、山梨県方面から、 甲州街道や絹の道を経由して伝わったとする説が有力である。なお、三浦半島の一部では、J、ジェンということがある。肌の市付近の語彙を中心に記述。ありがとうございます。